あ、ワクワクしますね。自分より上手い人がやっぱたくさんいるジャパンなので、そこはもうすごい正直ワクワクしながら挑んでます。正直どっちもあって、でその比率がというか、ワクワクが勝ってきてくれるとあのいいダツを打てるんですけど、やっぱり緊張でどうしようという不安にが大きくなる方とダメなので、うん、それを自分の中で戦っているような感じですかね。はい、もうね、緊張もワクワクもなくなっちゃってきたと思うんです。あ、試合だ、よし、じゃあこういう風にタイムスケジュールこういう感じでやろうみたいな、昔みたいにね、なんかオラオラダーツができないんで、一試合試合狙ったところからどんだけ外れてるからどうしようみたいな考えながら、はい、昔と違って大人なダーツをちょっとしてみたいなって。決してまあ絶好調ではない感じはしてますけど、なんとかこう要所で入ってくれてはいるなっていう感じなんで、まあ、今後も油断せずに行こうかと思います。明日やることなくなるのが一番悲しいんで、まあ明日も忙しい一日になるように今日頑張ります。久しぶりに全勝してちょっといい感じなんですけど、入れ替えまでいかないと明日に繋がらないんですよね。まあ、とりあえずもうそこだけしか今見てないですね。はい、唯一あの死がついたプレイヤーだと思うんで、死のためにも頑張ります。